いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございました。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございました。いらっしゃいませ。4時になりました。ミーニュースをお伝えします。 WEED 島ではツリークライミングが今密かなブームとなっています。運動不足の解消になるのはもちろんのこと、自然に触れる機会にもなり注目が集まっています。毎日ツリークライミングを楽しんでいるという WELDY さんは、自然の中で全身を動かすととても気持ちがいいと、その魅力を語っていました。マジのミーに聞きました。ニュースにするほどでもないと思います。ボトーやりましたね。はい、マジのミーニュース、 CARLA がお伝えしました。こんにちは。くしゃみが出そうで出ません。セクション、すっきりしました。ありがとうございました。お礼にこれもあげます。こんにちは。くしゃみが出そうで出ません。収まりました。なんか微妙な気分です。今日も寒いです。新しい帽子が欲しいです。週刊誌を買うときは、一番上じゃなく、下の綺麗なのを選びます。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございました。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
おかげありがとうございます。おかげありがとうございました。いらっしゃいませ。お客さんいらっしゃい。毎度あり。また来てね。6時になりました。ミーニュースをお伝えします。最近至る所で WENDY さん柄の T シャツを見かけますが、ブームの仕掛け人の WENDY さん本人にお話を伺うことができました。去年友人の誕生日プレゼントのために手作りしたこの WENDY シラッとマジのミーに聞きました。失礼、笑っちゃ悪いですね。相当やりましたね。はい。6時のミーニュース。POWSER がお伝えしました。こんばんは。JEFFY に恋人がいたら、と思うのですが、LOLAV にとくっつけるのはどう思いますか？それでは二人も合わせてみます。今日は楽しかったね。また遊ぼうね。付き合うことになったみたいです。お礼にこれもあげます。の天気はどうなんでしょう。 JOSEPH とは仲がいい友達だと思っているのですが、私と JOSEPH のこともどう思いますか？そうですか。もっと仲良くなれるということですね。こんばんは。JULIOR とデートしたいのですが、どこがいいでしょうか？いいですね。準備していこうと思います。こんばんは。GROVESOG に友達になってほしいと言われたのですが。
では、ちょっと話をしてきます。気が合いそうだったので、友達になりました。お礼にこれをあげます。こんばんは。お風呂に入りたいです。お風呂に入りたいです。それじゃあ、一風呂浴びてきます。ふふーふーふーん、ふーふーふーん、ふーふーふーん、ふーふーん、すすんすんすすすすんすすすんすすんすすすすすすんお礼にこれをあげます。ZONADHAN です。思いつきで何でもやっちゃう男です。かっこいい色に染めたいです。どの色に染めたらいいですか？わかりました。どうですか？似合いますか？お礼にこれをあげます。新しいインテリアをありがとうございます。なかなかいい部屋ですね。心で大事にします。
いただきます。いただきます。お礼にこれをあげます。いらっしゃいませ。絶頂位でございます。強気で負けず嫌いな女です。いただきます。お礼にこれをあげます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございました。新しいインテリアもありがとうございます。なかなかいい部屋ですね。ところで、部屋大事にします。SHREKJR でございます。自分でも孤独な似合う女だと思います。新しいインテリアもありがとうございます。いい感じの部屋ですね。ところで、部屋大事にします。せっかくだから遊びませんか？いらっしゃいませ。
ただきます。こんなに食べられません。いただきます。せっかくだから遊びませんか。お久しぶりです。何か甘いものが食べたいです。いただきます。SHREK です。熱い男だってよく言われます。いただきます。お礼にこれもあげます。こんなに食べられません。新しいインテリアをありがとうございます。とてもいい部屋で気に入りました。心で部屋を大事にします。いただきます。こんばんは。
7時のミーニュースをお伝えします。今、若者たちの間で、生春巻きもどったぶ、生ハマ、マジのミーに聞きました。私なら、もっとすごいことができますの。今、テレビに映ってるんですか？はい。7時のミーニュース。WENB は今お伝えしました。こんばんは。 GROVESOG のことをよく知らないのですが、私と GROVESOG とは気が合いそうですか？あ、そうですか。わかりました。